なんでここやねん。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食い。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうぜ。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アフぬかしとるんや。ほら食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ、肉は焼きすぎたら固なってもて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ、焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。うえ、なんやこれ、生焼けかいな。ペッペッ、食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると？約束したんや、桐生と。東上会をもう一度強するて。そのためやったらあと1年や2年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことか。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが関の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。
せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ、はよ食べんと燃えかすになってまうやろが、いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。はよ持ってけ。くったくった、もうこれ以上入らんわ。でこれからどないすんね。夜にはお迎えが来よる。それまで街ブラブラするわ。そうか、まあゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ。しっかり遊んどくんやで。うん。おせや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ、ほら俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんかな。ああ、わかった。
待てよ、お前喧嘩強そうだな。ボックボックにしてやる。Oh!
さ。Thank you.
どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で。最近前は打てた球が打てへんねや。ふん。目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか兄弟。何がや。もう俺らも分かんない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹の塩梅も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったらもう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもええんやな。ああ、わかったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいてよう見とけや。
どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。え？俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。ああ。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。お迎えが来たで。